シルビアシジミは、シジミ蝶かヒメシジミ赤に分類される蝶の一種。ヤマトシジミと非常に似通っている。4月から11月頃まで、年4回発生。ヤマトシジミは型紙を食うが、本種は主に、都草を食草とする。その他小松なぎ、ヤハズ草、場所によっては白爪草、馬小屋市など。各地で、レッドデータブックなどに記載があるが、 ヤマトシジミと混同されていて見つかっていないという可能性も高い。また、杉谷ルリッシジミと間違えられたケースもある。ヤマトシジミは全市中室内その直下第1ビット室基部に上下に並ぶに黒縁があるが、本種は全く見られない。また本種では、甲子裏面第6室基部の黒縁はその髪型の第7室黒縁の直下、またはそれよりやや内側に偏って位置し、 そのため完全な円弧状にはならず、第六脈を境に分断され、ルリシジミと似たような反門配列になるが、大和シジミの場合、第六室基部は、第七室基部の直下より、はるかに外側に位置して、完全な円弧状となる。主に西日本に生息し、関東平野と紀伊半島、滋賀県、山脈部を除く中国地方、四国の瀬戸内海側、九州北部、 鹿児島県周辺などに生息する。日本国内の北限は太平洋側では栃木県、日本海側では石川県とされている。ありがとうございます。